晴天の下でスタートしましたボートレースミクニモーニング開催の G3 オールレディースミクニレディースカップはいよいよ初日の最終レースを迎えました。風が追い風ホーム3メートルほどという状況の中でこれから12レース主力の激突となりましたドリーム戦が行われます。対戦メンバーは1号艇群馬支部の松本昭恵、2号艇愛知支部細川優子、3号艇静岡支部の長島真希、4号艇広島支部の雲野ゆかり、5号艇は東京支部の弘中千佐、6号艇福岡支部の武井奈美、以上のメンバーで行われます。絶好枠で登場となりました。8レースでは2コースを取っての差し切りとなったのは1号艇の松本昭恵です。この松本が1番人気に押されまして、3連単では細川長島絡み、3連単1日3が 7.6 倍、1単に9倍、この2点が10倍からの人気の組み合わせです。2コース2号艇細川です。前半レース2マーク展開不利ありました。4着でここは巻き返しを誓う一戦です。3号艇長島、こちらは前半5レース3着でした。中間着にまずはスタート、雲野ゆかりは陰線1着でした。ここはスロー角受けの4コースです。今日は三国朝一で2着中川に屈した形になりましたが、ここは挽回なるか。5号艇の弘中、武井奈美、こちらも1走目は1着をマークして4対2の進入スタイル。ドリーム戦から1番2番3番4番アウト5番6番です。スタートしました。コースターター2コースわずか2号艇の坂、センターから3号艇長島、インコースから1号艇松本、まずは逃げの体勢作っていく1号艇松本、引いて刺すのは2号艇の坂優子、切り込んでいった外は3号艇長島真希となりました。1号艇松本に対し直線伸ばしていきます。2号艇細川がへさきを少しかけてきた。3番出らせ4号艇のアウトコースは5号艇広中、3号艇長島、6号艇武井でスタート正常です。差し伸びてくる2号艇先頭細川か、後ろにマーク、差し返しに行ったのは1号艇松本昭恵となりました。外握っていく5号艇弘中踏ん張るか、4号艇運の3番での興味あふれるところになりましたが、直線勝負持ち込んで先が半分かかった1号艇松本、2号艇細川とのタップ争い、3番手は4号艇運のアウトコースは5号艇弘中、21マークの旋回です。をつけて回っていく1号艇先頭松本がクリアする。2番手は2号艇細川遅れを取りました。先頭2番手の定冠ですが3停審査、3番手の末も4号艇長島優勢で現在2停審ビハインド、5号艇弘中4番手後方、3号艇長島、6号艇武井、現在上位待機124ですが、まだ気の抜けないのは1号艇人気の松本、西野にマークの旋回です。先に待っていく1号艇松本、ホームストレッチ打ちをつく2号艇細川ですが、ここで思い切った旋回で1号艇松本が先頭を突き放し、リードは現在6点審査、2号艇細川2番手に交代、3番手は4号艇に再三コーナーで攻める5号艇広中、果敢な戦いを見せる5号艇広中、最終周回の1マークに向かいます。1号艇松本2番手でクリア、2号艇細川3番手、4号艇の雲野に外もう一度攻めていく5号艇広中なんですが、抑えて単独3番手賢治は4号艇雲野、上の台形124なんですが、3番手で4番手の定冠1点審査です。3連単の124は 12.1 倍、125に変わると19倍です。最終ターンマークに向かいます。松本昭恵が2マークの逆転劇で白星、ここは人気で応えました。2番手は2号艇細川、3番手4号艇しのいだ雲野ゆかりでまもなくゴール、先頭は1番の松本、人気に応えて5輪、2番手2番細川5輪粘り切りました。4番雲野が3番手で5輪、5番3番3番5番接戦で5輪、ラスト6番の武井が5輪。